その屋根が乗っております。それからその下に今この梁がこうぐるっと周りを取り囲んでおりますけども、これがあの床板になってまして、それで空間の大きさは4軒4軒なんですが、その周りに1メーター20センチの周り廊下がぐるっと回っているという、そういう構造ですね。これ全体で広さは、30坪の大きさで、あの金融高校で作ったものですから、そういう制限があって、その中で30坪という規模になってます。これ屋根が取れますから、この屋根を取って見てみたいと思うんですが、でこうしますと、先ほど説明していただいた収納ユニットによる間仕切りや、写真で見せていただいたキッチン、浴室のユニットがこのように置かれたことがわかります。でこれをコンピューター映像で見てみましょう。これは建築当初の姿です。緑色がベッドです。そこに動かせる生活ユニットが置かれ、これが間仕切りの役をしています。この可動式生活ユニットは並べ替えたり改造したり取り払われたりして、家族の生活に柔軟に対応してくれます。そして現在は大きな式台が置かれました。なぜ菊竹さんはこのような方法を取られたのか、お話を伺ってみました。いわゆるその、生活をしていく上でですね、人間のその自由度がなるべく大きい方がいい住宅だという考え方をするわけですね。で、そういう考え方と全く反対の考え方をするのがヨーロッパの住宅なんです。で、ロバート・ソマーっていう人が言っておりますけども、ヨーロッパの住宅の考え方をするとプリズンになると、プリズンっていうのは刑務所ですね、刑務所みたいになると。それはどういうことを言ってるかっていうと、寝室ではもう寝る以外には何もないと、リビングでは人と接するだけといったふうにして、その目的を非常に限定するということはですね、生活がしやすくなるんですね。生活がしやすくなるんですけれども、日本の生活の考え方っていうのはそれとは違ってまして、その日の天候とか、あるいは来客だとか、あるいはその、年齢によってですね、だんだん生活の仕方が違ってくるわけですね。そういう違い方をその許容するような建築がいいというふうに考える、これは文化の差だと思いますけどもね。菊竹さんは仕事などで海外に行くと、いかに日本型住宅が注目されているかを強く感じるとおっしゃいます。日本の本来の簡素な住宅様式は、何よりも人の心に安らぎを与えると見られるそうです。菊竹さんは、日本型住宅の、良さをかなりこう提唱なさって力を入れてらっしゃるんですが、そもそも歴史的に言うと、その良さってのはどういうところにあるんでしょうかね。僕はね、自分の、私九州の久留米ってところの出身なんですけども、家が非常に古い家だったもんですから、そういう家の中でその座敷の使われ方だとか、生活の仕方とか、冠婚葬祭みんな自分の家でやりましたから、そういうのを見ていて、何かそのやっぱり日本のそういう伝統的な空間と生活との関係っていうのが、やっぱり捨てがたいものがあるんじゃないかというふうに思ってたんですね。この部屋の大きさなんかもそういうことで作ったわけですけども、日本の歴史を
見てみますと非常に連続的なんです。連続的変化なんです。例えば4世紀に高床造りっていうのが出てきますけども、高床造りっていうのは湿気の多い気候にそのうまく適応するには高床にして作る方がいいと。正倉院なんかもそうですね、そうですね、神社なんかもそうですし、今度8世紀になりますと、その同じそのそういう高床造りでワンルームなのにそれをその廊下でつないでですね、それで神殿造りというような、その作り方をするわけですね。それがね、12世紀に書院造りになるんですけども、そうなるとですね、床が全部畳を敷き、それから天井も平らで張ることになります。それまでは天井がないんです。で天井を張り床を平らにこうやるとどこにでも建具を入れることができるようになるんですね。その次の16世紀のすき家造りで書院造りがさらに自由にですね増改移築ができるようになるんです。でそういうことを通して今20世紀ですね、ですから400年ごとにずっとこうその変化を遂げながらですね、20世紀ですから今は本当はもう何でもやれるようになってなくちゃいけないんです。つまり自在作りって僕は言ってるんですけども、その自在作りっていう意味は生活が自由にできるというそういう作り方をしなきゃいけないということなんですね。まあそういうような意味であんまり家具を持ち込んだり、それから間仕切りであんまり小さく仕切ったりとかっていうことをしないでですね、最小限にそういう道具をもう移動できるようにしといて、そして何にでも対応できるように部屋を作っておくことがそのより豊かな生活を送っていく方法だと思います。これは尊敬する日本の写真家で石本さんのこれ写真集なんですけども、桂離宮ですね、はい、これこう古書院中書院新書院とこう増築してるわけですね、で増築しても全体の調和がある、そういうものですし、それからこれ自在ですね、増築自在、ま、そうなんです。それからまた部屋の方も非常に開放的で、しかも建具で仕切ってその、非常にいろんな意味で多様に使えると、まあ、そんなような日本の良さですね、そういうものをもっと我々はなんか現代建築でそのもっと発展させなきゃいけないというふうに思うんですね。まあ、20世紀のですね、はい、今の建築家と集合性っていうか集合住宅っていうのも非常に大きな要素だと思うんですけども、はい、これと日本型住宅とのこう整合性といいますかね、この辺はどうなんでしょうかね。独立住宅のその良さっていうのは集合住宅でも十分それ、まあ、出せるわけですね。でそういうその意味で例えば開放型の住宅だとか、あるいはそういう家とそれから庭がついた住宅だとか、そういうものを例えば集合住宅にしたらどうなるかっていうのが一つの例としてありまして、これはその、25階建て のアパートの例なんですけれども、5階ごとにこの広場がこうありまして、そして各階に住宅がこう入っています。でこの住宅の数は実は40戸で、日本の住宅の、日本のコミュニティが40戸がだいたい平均ですので、その平均の40戸で一つのまとまりを作ると。で子どもたちの遊び場がここに取ってありまして、ここにエレベーターが止まるわけです。で各階はそれぞれこっちの方に台所があって、台所の窓から、お母さんが子どもの遊んでるのが見えるというような形になってる。でここは半屋外で風もそれから日光も特に西日とか朝日とかは中にずっと奥が入り込んでくるという、そういう半屋外の空間がここに取られているということです。なんか一つがワンユニットっていう感じにも見えますね。そうですね、なんかワンムーブネットって言うんですか。そうですね、そして日本の、日本の四季っていうのはものすごい変化があるんですね。夏は熱帯よりももうしのぎにくいし、冬は寒帯よりも寒いと寒く感じるという、で春と秋の非常にいい気候があるといったようなそういう四季がありますから、もしその四季に日本の四季に適応できるような住宅をもし考えたらですね、これは世界中どこでも通用するその住宅が完成することになるわけですね。
だからそういう、そしてそれ通用するだけじゃなくて非常にリラックスできるということですね。変化自在ということと非常にこう合理性を持っているんだなというのが今お話伺っててね感じましたですね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日はですね、建築家の菊竹清則さんの日本型住宅の提唱でした。ずいぶんいろいろ日本の家を見直しましたね。そうですね、本当にあの家族の変化ですとか環境の変化に細やかに対応しながら生活してらっしゃるなって気がしましたね。まさにこう変化自在の家でしたね、はい。それではリビングナウ情報参りましょう。和室に床の間がない場合、このように毛線を引いて板を引いて、そして床の間を作るという方法もあります。で、毛線には色がありまして、今回は紺ですけれども金茶とか赤とかグリーンがあります。お好きなものをお敷きください。そして板はまた、これは報い手で作りましたけれども、これをですね、手持ちの大きなまな板だとか、サイドボードの棚だとか、それから日曜大工でこういう板をお買いになって作っても楽しいんじゃないかと思います。そしてこのようにコンセントがありますので、ここにこういう屏風を置いて隠してみます。そしてこれも屏風も自分でお習字を書きになって板の上に貼って作っても結構です。そしてこのようにカラーのとこですと、カラとこっていうのはあまり良くないので、そこに手持ちの、これはミニことですけれども、何かこのように置いておくということ、手持ちのものですね、こういうようなものを置いても楽しいかと思います。それからまた季節のお花を生けてですね、このように置いて楽しんでもまた床の間が楽しいんじゃないでしょうか。このように玄関の下駄箱の上に長板を置いて物を演出しても楽しいですね。このようなお玄関というものは、皆さんよくお花を飾ってますけれども、皆さんのお家にあるものをこう置いて、皆さんも気持ちよくお迎えするという演出の仕方もあると思います。